こんばんは。これ、あの、寝る前の声だけです。あの、別に見なくてもいいです。こんばんは。全然見なくていいですよ。どうやって固定するんこれ。ちょっと話したくてできた配信をしました。やっぱこれさ、なんか写真とかさ、はい、じゃあ、あ、これで固定で、あ、すごい、ちょっとやばい、ドアップ。なんか字はあるんですけど、この声だけっていうの。こんばんは。じゃあ、かわいいやつ載せておきますね。めっちゃドアップって、あ、これはあの今日の筋トレ中の写真ですね。まあ、いや、これでちょっとドアップやけど。皆さん今日はどんな一日でしたか？ガチで電話で話してる気分。ああね、確かに電話みたい。やば、お腹の音聞こえそう。買い物に行ってました。いいですね。仕事に明け暮れてました。お仕事してた。うわ、もうお疲れ様です。11時間在宅勤務ってテレワーク？最近好きになりました。もう可愛い。ありがとうございます。イヤホン買ってました。お、何のイヤホンかな。さては iPhone、 あれ、あの、何、なんちゃらプロ、エアポッツか、エアポッツプロ。お、本を読んでた。読書家。仕事の疲れが吹っ飛びます。本当ですか？こんな声だけで吹っ飛びますか？よかったです、ありがとうございます。ねえ、ちょっとブルゾンちえみさん意識してる？って、いや、してません。してないです。まあ、ブルゾンちえみさんは好きで、私はよくインスタとかを見てますね。皆さんお疲れ様です。これ、あーね、エレタンの声はマイナスイオンが出てる。本当に嬉しい。これは聞きながら寝れるって。ぜひ、もう別に見なくてもいいですよ。声だけだから。坂本さん、坂本さん、坂本さんって呼びたかった。だって、なんか友達でね、一人ね、坂本さんって呼ぶ人がおるんやけどね。めっちゃ面白いよね、坂本さんって、なんか距離感。リア友でアイドルが好きっていうわけじゃないであろう子が
レタンフォローしててめっちゃ嬉しかったって。嬉しい。アイドル好きなんじゃない？実は。隠してるだけじゃない？なんちて。お、フロームインドネシアってありがとうございます。インドネシアって何語ですか？ Thank you? Thank you 違うかな。少し12秒歌ってください。唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド。今まで君が守っていたもの。 Yeah! あ、インドネシア語。なるほど。面白い。なんか友達と電話しよるみたいなんやけど、この声だけのインスタライブ。明日は何曜日ですか？金曜日？え？金曜日？やば。一週間早すぎて、もうピエンピエン花咲いちゃう。最近草生える、なんか面白い時に草生えるって言うじゃないですか。そのそれのなんか花咲いたバージョンみたいな思いついて、花咲いたって勝手に言ってる。花咲いたって幸せな時に使う言葉やない。いや、エレは自分で考えたから、まあ何でもいいんです。何でも面白い時に花咲いたって言ってもいいし。なんかね、友達とかに会いたいな。メンバーにも会いたいし、ファンの皆さんにも会いたいし。上半期も終わりかけ、え、そっか、 1,2,3,4,5,6、 え、6月、そっか、多いよ。月曜日から学校だから流行らすね。あ、ぜひぜひお願いします。あの、マジ花咲いたって、え、何それ、絶対そうなる。流行語大賞を狙いましょう。花咲き誇っていう、あ、なんかイグジットさんもなんかそういうこと言ってたみたいで、なんかツイッターに書いてあった。劇場でエレタンの歌声また聞きたい。嬉しい。早く歌いたいな。何、ツイキャスでリアル荒野行動とか言って、一人で荒野行動ごっことか言って配信してる人が真夜中にいた。いいじゃん、楽しそう。え、何、リアル荒野行動って何、どういうこと？一人で荒野行動ごっこしてるの？ゲームじゃなくて。面白すぎでしょ。ちょっとお花摘みに行ってくるね。あ、行ってらっしゃい。お花を摘んできてください。うん、面白い。家でボイトレとかしてるの？してないですね。なんか勝手にめっちゃ歌ってるって感じ。今日もお風呂で歌ってました。で、そのお風呂で歌ってるの聞こえたってママに聞いたら、聞こえとったよって。
すがに聞こえとるか、結構な音量声量で歌ってますなんかマイクを通してちゃんと声出したいな、なんか。すごい、腹筋線できましたか。ね、5月に入ってからねやってるんですけど、筋トレを。なんかめっちゃ割れてはないけど筋は出てきました。もうマイク買えばって、マイクね、なんか買ったんですけど、なんかちょっとやっぱ普通の本物のマイクで歌いたいインスタライブ見るの初って、嬉しい、ありがとうございます。ラディオだよ、ラディオ。皆さん今何してるんですか。エレはもう寝る前です。お菓子のマイクって、いや、なんかネットでお手頃価格で買ったんですけど、なんかちょっと思ってたのと違ったなんか、いや便利だけど家でやる分にはいいけど、なんかやっぱその普通のカラオケ屋さんのマイクとかにはかなわない感じでした。だからそういうちゃんと歌いたいお、カンドラ見てた。通知で起きたとこ、ごめんなさいね、寝ていいですよ、おやすみなさい。寝落ちする3秒前って、おやぷみ。なんかいいの、楽しそう、みんないいの。今からお風呂入って知り合いとフォートナイトやるよって、楽しそう、いいな、いいな、エレも混じりたいです。さっきまで中学生日記見てた。なんか1話だけリアルタイムで見て、で他は録画してて、ってか今中学生日記やってない、ちょっと待って、やばい、忘れとった。で録画してて朝見ようと思ったんですけど、結局見ないんですよね、録画してるやつ。マジか、中学生日記って毎日だよね。忘れてた。まだ寝たくない。わかる、わかります。なんかね、その公演があった時とか、お仕事があった時とかって、なんかめっちゃ疲れたと思って、こうよく眠気が来て寝れるんですけど、家にずっといると、そのなんか疲れもないからずっと起きてちゃうんだよね。眠気が来なくて、来なさすぎて。フォートナイトやるんだ。いや、フォートナイトはやってないです。ゲームがね、いいなぁと思って。あれ、今日やってないの、中学生日記。あ、そうなんや、マジか、よかった、忘れたかと思った。こうやしようぜ、友達かいいね。なんかテレビ電話、なんか友達がたくさんいるテレビ電話みたい、なんかわかります。なんか何人、テレビ電話ってさ、なんか多くても6人とかしかできんくない、 LINE 電話とか。なんかめっちゃ人数多いテレビ電話してるみたい、83人すごいTikTok のエレナちゃん可愛すぎて久しぶりにコメントした。嬉しい、ありがとう。絵文字が可愛いね、コメントの。めっちゃ鼻出しちゃうんだけど。エレタの友達になった気分って。
桜投げしようぜ。それ修学旅行、修学旅行でしたかな、なんかなんかいつかしたんだよな、枕投げ。こんな寝る前にね、ありがとうございます。やば、ちょっと音が。写真変えよう。ドゥン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 。これさ、動画も見せれるの？あ、見せれる、やばい。これ見せちゃいかんやつ。え、見せれるんや。え、動画見せれる。え、動画見せれるんだ。マジか。すごいね。なんだろうこれ。あ、ダメだ。これダメ。ダメー、危ない。未公開動画です。はい、子供エレちゃん。自宅の地下にあるレコーディングスタジオって家に地下ないし。言えないし。飯テロはやめてね。振りですか。はい。小さい頃から可愛かったんですね。ありがとうございます。そんなそんなそんな。嬉しいです。これはいつかの朝ごはん。これもいつかのごはん。これもいつかのごはん。これはツイッターの公式の、ちゃんと公式のコナンの画像です。保存したやつ。はい、歌ってる動画。ちなみせ。自炊って、自炊じゃないですよ、お母さんです。お母さんが作ってます。コナンは誰推しですか？新一です。ガチで歌って、ガチで歌ってますよ。
エリタ最近髪の毛伸ばしてるの？伸ばしてないんです。伸びてるんですよ。お、エレナ、ヤッホー。ヤッホー！元気？元気？友達だ。プン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 。いい夢見れそう、よかったです。すごい、ブーメランも乗せれる。もう美容院いつになったら行っていいかわからないよ。わかる、それな。あ、やばい、一瞬エレが映っちゃった。ワイのかわいいぬいぐるみちゃん。かわいいでしょう。やばい、見えたって。そう、メガネかけてます。いつもエレンの隣で寝てる。サイピョンとマオからの多分タンプレです。抱いては寝てない。じゃあそうですね、1時ぐらいまでやりますね。1時に寝よう。あ、俺が映ったって受ける。夜ちょっと暑くない？わかるかも。でもさ、なんかさ、このさ季節めっちゃ好き。なんか涼しくて、今暑いって言ったね。夜の匂いがめっちゃ好きなんですよ。これさ、完全に隠せんのかな。あ、やばい。めっちゃメガネ見えてるやん。かわいい。マジで本当にスピンやから。
俺もすっぴんやで。ける、裸眼視力どれ、ね、結構悪いかも。コンタクトが 4.25 じゃない、いや 4.25 は誰だっけ、えで4です、マイナス4使ってるコンタクト。よいしょ。え、朝起きてメガネ見つからんときない、え、めっちゃある。てか今日それだった、目が悪いのにさ、メガネ探すとさ、めっちゃおばあちゃんみたい。てかこんな時間に、え、こんな見てくださってありがとうございます。ちょっと待って、一瞬、あ、ここの照明だっていけるかも、全然。え、本当にテレビ電話してる気分、友達と。バイクすごい。みんなめっちゃ起きてるやん。すごい、100人いたよ。じゃあ、あ、スクショしてもいいけど拡散したいでね。フォルダの中に留めておいてくれたら俺ピーマンです。え、みんなのさ、秘密とか知りたい。コロナで会えない恋愛感、あ、恋愛じゃないや、遠恋感、遠距離、遠恋感あるなって、ウケる。え、なんかさ、悩みとかさ、秘密とかないんですか、みたいな。知りたい。うん、オタクとしてること秘密なんだ。ここで言ったら秘密ちゃうでいいじゃん。100人、お互いみんな多分きっと知らないだろうから。修学旅行みたい、いいね、楽しい。最近気になる女の子ならいる、なぬ、いいじゃん。え、ちょっと待って、ちょっと待って。なんか、結構やばいの、いっぱいある。
みんなありがとう。名古屋駅で寝たことある。ちょっと待って。かわいい。一人暮らしが寂しくて猫飼ってます。猫いいよね。やれば犬派やけど。そろそろ彼女にオタクがバレそうです。言っていいんじゃない別に。それでも受け止めてくれる人だったらよくない？それでもさ、そういうことでさ、なんか嫌う人だったらそれまでじゃないって思う。元彼から連絡来た、どうしたらいい？わかんない。そういう経験ないから。でも絶対あんま取らない方がいいんじゃない？今気づいてきた。声だけやなかったのか。ちょっとこれなら大丈夫かなと思って出しちゃった。1年近く彼女ができません。ファイト、頑張って。応援してるぞ。君に幸あれ。彼氏ができませんって。絶対まだまだこれからだよっていう。若いでしょ。自分誰やねん。なんで右に画像出してるの。いや、さっきね、声だけしてたんですよ。消そうか。待って、ちょっと待って。ここだけにさ、してたらさ、なんか合成みたい。やば、結構人が来たんですけど、みんな寝ていいよ。ちょっと面白いコメント欄が楽しいんですけど、最近ファンになっちゃいました。ありがとうございます。ありがとう。楽しい、この時間のインスタライブ。だから聞いてください。みんなのコメントゴムシ、ごめんなさい。ライト買ったんです。リングライト、携帯のカメラ撮るときに使える。ネットで買ったんですよ。明日ぐらいに届くらしい。超楽しみ。彼女ができませんと彼氏ができませんで、需要ありありやんって。うん、嬉しい。長崎ライブ、長崎で初めて見て、また行きたいってなった。嬉しい、ありがとう。去年の夏頃かな、 HKT で行かせてもらいました。ありがとうございます。だからみんな目がばっかなのか。そう、目にさ、こんだけできるよね。みんな買ってるね。まあそうだよね。家におるしかないもんね。実はもじゃもじゃにしました。髪の毛？見たい。ちょっとね、さっきのコメント欄結構やばかった。面白い。お風呂から見てる歌った。なんかお風呂にさ、携帯持って行ったらさ、携帯依存症やけんさ、もうずっと使ってしまうよね。気づいたら1時間とか入っちゃう。やばい。
初めての握手は緊張しそう。そうよね、そうよね、緊張するよね。でもいつか会いに来てください、よかったら落ち着いたら。TikTok 見出したら止まらない。めっちゃわかる。なんかあれ TikTok 見たらなんかさ、なんかめっちゃ可愛いことが出てくるじゃん。なんかそれ見たらなんか、こんな可愛い子こんなたくさんいるのってなんか自信なくなるだからあんま見ない。だからなんか可愛いなと思ったらめっちゃハート押すけど、なんかこんなに可愛い子いんのいいな、羨ましいってなる。なんかナオとの握手会には慣れてたのに、エレタンと初めての握手めっちゃ緊張した。なんでなんでナオちゃんは緊張せんかったんですか エレナが一番可愛いよ、ありがとう。でも SNS そんな、なんか TikTok は動画を撮るときだけ開くって感じかな。なんかキリないじゃん。もう見出したらさ、もうずっと 見てしまう。あ、エレの見てね、TikTok。もう TikTok 楽しい。なんか若者を謳歌できる感じがいいよね、TikTok。何時までやる？うん、飽きたら終わります寝たくなったら終わります。ありがとう、見てくれて ひっそり見てますって嬉しい。オルティー、世界の全ての女性は常に他の女性の出現に嫉妬していますか。うーん、でもなんかその分努力しようと思うから全部エネルギーに変えちゃう嫉妬っていうより、こんな可愛い子おるんや、自分も頑張ろうって思うかな。エレの笑い方めっちゃ好き。なんかね、ママにね、なんかあんたの笑い方ってなんか笑いさそうよねって言われたもんほら、なんかこんな面白香水も最高でした、ありがとう別に君を求めてないけど横にいられると思い出す君のドルチェ&ガッパーナのその香水のせいだよ。トゥルトゥ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 ルトゥトゥトゥ夜中にいきなりさ、いつ空いてるのってライン、二人で海に行ってさ、で写真撮ったね。なんかさ、音楽流せたらいいのにね、インスタライブってさ、なんかこうミュージック機能みたいなあったらいいのにな。お願いします、インスタグラムの方、ミュージック機能をお願いします。エリタンのコメント見ていきなり笑うとこめっちゃ好き嬉しいこ
これ今日エレタン夢に出てくる可能性あり。あ、じゃあ出演料いただきます。あきちゃんとの夜な夜な配信思い出す。 あれ結構夜中だったよね。やばかったくない？あれえ、だってあれ結構もう 3時4時とかやったよ。だってなんか歌の収録終わってそのまま帰ってきて、ご飯食べて帰ってきて、でずっと起きてて、うん、結構夜中やった。お部屋紹介してて、いや紹介するものないよ。出演料は807ベル。息じゃん、めっちゃ息じゃん。エレナ807。目かゆいやろ、目かいちゃダメよって。いやなんかね、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 なんかねばっかりをさ、なんか二重がなんかたまに赤くなっちゃうんですよ。なんかわかんないけど、なんか二重が安定しないんです。毎日なんか日替わり二重って感じで、なんかめっちゃ見えみたいになる時あるし、なんかめっちゃ一重みたいになる時あるし、振り幅すごいんです。なんか起きてめっちゃ一重とかなっちゃって絶望するもん。今日一重の日だと思って。なんか顔めっちゃ触っちゃう、直したいんですよ。なんか前髪とかすぐ触ってしまう癖をめっちゃ直したいんですけど直せない。え、めっちゃ見てくれてるじゃん。え、133人って、え、ありがとうございます。もうこの時間だから50人ぐらいかなって思ったんですけど。めっちゃありがとう。夜更かしだね、みんな。何してるんですか、こんな時間まで。ねえねえ、何してるんですか。地味に増えてて、いやそれな、みんな寝ていいよ。ネイル見せれますかって、あんね見て、今ねここしかもうないんです。もうジェルネイルも、あのコロナがあの全然流行る前、ひどくなる前に行ったんですけども、そっから行けてないから、もう残りここ、生き残ってるのこれ。小指だけ爪長い人みたいで本当恥ずかしい。なんかおるやん、小指だけ爪長い人。なんか急にやるインスタライブって楽しいんですけど。手綺麗よねって、嬉しい。あ、また目描いちゃった。嬉しいとか言って、石の詰まってた瓶。石詰まってた瓶やったけど、石好きなん、あのね、これなんかね、これでしょ、これ、あ、なんか電磁波をなんか避けてくれるみたいなやつで、ママがね置いてるんですけど、なんかよくわからんけど置いてる。それだけ。あれ、さっきコメント固定しとったのに、なんで。
あれ固定、あれあれ固定、あれ固定どうやってするん、固定ができた。電磁波、いやそれ携帯とか、携帯からめっちゃ電磁波出るらしいですよ。知ってました？だから枕元に、めっちゃ鼻の周り赤い、嫌だ。枕元に携帯置くとあんま良くないって。怪しい宗教からまた、全然そんなんじゃないです。うん、電磁波飛んでるよ。なんか電子レンジとかも飛んでる。だからなんか回っとう時に前におるのあんま良くないらしいっては聞いた。なんか一個質問来ててさ、あ、一個じゃなかった、結構来てた。最近の鼻先エピソードあります。声聞こえない？え、で、ここよくスピーカーをしちゃうよね。マイク押さえてるよって。いや、ごめんね、エレネ、いつも押してしまうんよ。なんか知らんけど、なんか携帯持つときにね、この下の部分持つのが一番いいよ。で、NG ワードの時はここ下げばいいんやね。マイク押さえとったわ。博多弁久しぶりに聞くと福岡帰りたくなる。福岡の方ですか？いつでも帰ってきてください。誰が言ってんねんって。笑い方がおもろいって、嬉しい、よく言われる。最近すごく綺麗になったけど何かあったのかな、めっちゃ言われる。嬉しいけど何もないです。でもさ、女の子ってもう日々なんか可愛くなりたいって思うじゃないですか。わかる？女の子いるかな。だから可愛くなりたいって思ってる時点でもうなんか可愛くなるなと思う。女の子って素敵だよね。だってこんな服着たいとかさ、なんかメイクもうちょっとこうしてみようとか、そういうちっちゃなことのさ積み重ねで、どんどんさちょっとずつちょっとずつちょっとずつさ変わっていくって思ったらすごくない？だからそういうさ、なんか小さな変化にも気づいてあげれる人って本当に素敵だなと思う、男女関係なく。嬉しいです、ありがとう。1時までって言ってたのに、いやそれな、ちょっと楽しくなってきちゃった。まあ1時間で切れるしね。でも1時間するかな。
オールしちゃう。オールは絶対にしません。オールしたら死にます。言ってることはわかるけど、でもエリアは特別だよ。ありがとう。え、素敵。自分もかっこよくなりたいと思ってるんやけどな。素敵。あ、みんな一緒なんだね。男の人も常にかっこよくなりたいと思ってる。素敵。なんか涙袋すごい。エリタンはどんな言葉で喜びを感じますか？え、なんでも、なんでもっていうか、褒められたら嬉しいし、エレはお世辞でも嬉しいです、別に。20歳になってもエレタンって呼んでいいですか？うん、好きな呼び方で呼んでください。でもなんかさ、友達とかにはさ、なんかエレナとか、エレちゃんはおらんけど、なんか親戚とか知り合いとかはあのエレちゃんとか多いから、エレちゃんとかエレナちゃんとか呼ばれたらなんか親近感湧く。エレナとか。握手会の時だけ少しおしゃれしそうになる。え、いいじゃん。世の中が明るい言葉でいっぱいになればいいのにね。本当にそれな。本当にそれ。自分もさ、なんか気をつけようって思うした言葉とかさ、言われて嬉しいことは自分が思ったら素直にその人のことを褒めようって思うし、そんな感じ。ひくちぴーさんっぽく坂本ちゃん呼び。お、坂本ちゃんもね結構嬉しい。なんか可愛くない？坂本ちゃんって名字でさ、ちゃんってさ、可愛くない？エレナオンリーって。モッサンだって。モッサンは嫌です。モッサン嫌だ。モッサン嫌だ。モッサンは嫌だ。誰ってなるやん。モッサンってちょっとさ、じわじわ来るけんやめて。モッサン。やばくない？ねえねえモッサンってナチュラルに言われたらちょっと鼻咲くわ。鼻咲いたーって。鼻咲いたーだって。サカレナって、カトレナさんみたいに言わないで。面白い。花咲くてやばって。これはエレの造語です。ぜひ使ってください。みんなで流行らせましょう。草生えるの次は
花咲いたなんでよろしくお願いします。めっちゃ見てるやん、146人、やった、こんなに友達がたくさんいるやば、テレビ電話してるみたいな気分です今、友達と みんないっぱい花咲かせてこう、いっぱいいっぱい花を咲かせよう、この世界を花を咲かせていきましょう。友達100人できたね、100人できた、やったー友達100人できるか、あ、友達公認いただきゃ友達と話してるみたいな感覚です、ファンの方。花咲いたはエレタンの今年の流行語やな。そうやね、そうだね エレの深夜のテンションってこんな感じだよね。え、これ深夜テンションって言うんですか、なんかオフモードって感じ。すっぴんなのってすっぴんだよ、寝る前だから。もうベッドの中、ちょっと待って、ちょっと鼻ちょっと鼻水が出てきたあ、残り1分56秒だって。あ、もう1時間もしてるの、やっぱやば、あと2分です、約。嬉しい、ガチンコスターで入れたまた見たいです、嬉しい。でもまた春の舞ちゃんと君の舞香ちゃんと歌って踊りたいです。おやすみ、楽しかった、ありがとう。皆さんいい夢見てください。え、1時間も しとったよ、やばくない、え、やばくない、こんな深夜にありがとうございました、百何人もの皆様。別に君を求めてないけ、ないけど、なんかないけどのけどさ、なんか音ないからさ、なんかどう歌うかさちょっと迷う。ないけど横にいられると思い出す息、ほぼ息、ドルチェ&ガッバーナのその香水のせいだよ。あ、あと何秒かだ、皆さん